ズラブ・ポロリカシビリは、ジョージアの政治家、外交官、ジョージア外務副大臣、中スペイン大使、ジョージア経済発展大臣、世界観光機関事務局長を歴任。ズラブ・ポロリカシビリは1977年に、グルジア SSR のトビリ市で誕生。1994年から1998年まで、トビリ市のジョージア技術大学で、銀行学を学び、 学士号を取得して卒業した。2008年から2009年まで、スペイン・マドリードにある i e ビジネススクールのビジネス、研究所で、グローバルシニアマネジメントプログラムを修了した。ポロリカシビリは、財務、銀行部門の勤務を数年経験した後、TBC 銀行の国際業務マネージャーを務めた。その後2001年から2005年まで、TBC 銀行の中央支店長を、 2010年から2011年まで TBC グループの副社長を務めた。ポロリカシビリは2009年から2010年までジョージア経済発展大臣を務めた。在任中、ポロリカシビリは主に観光や運輸部門の発展を促すことに注力した。彼はマーケティングやインフラの改善を実施し、その結果ジョージアを訪問する外国人観光客の数は 150万人から280万人に増加した。その後、ポロリカシビリ、世界観光機関のジョージア常任代表となった。2017年9月、世界観光機関の総会においてポロリカシビリは、タレブリファイの公認として事務局長に選出された。ポロリカシビリは2018年1月1日に3年間の任期で着任した。 ポロリカシビリは2001年から2011年までジョージアのフットボールクラブ FC ディナモトビリシで最高経営責任者を務めた。ポロリカシビリは既婚で3人の子供を設けた。ポロリカシビリは母語ジョージア語に加えて英語、スペイン語、ロシア語を流暢に話すことができ、またフランス語、日本語、ポーランド語も話すことができる。ありがとうございます。